キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、月刊総チェックということで、はい、今日はロッテ広島編ということで、はい、ロッテが爆進でございます。はい、すごかった。5月11連勝です。はい、なんと15勝4敗4引き分け、はい、貯金11、貯金11、5月だけでえぐいね。うん、だって3月4月が借金3だからね。はい、11勝14敗1引き分け、しかも打率が2割3分8厘から2割6分2厘とチーム打率3分曲がってんだよ。すごい。日本ハムが2部だったから、3部ってえげつないよ。ですね。で、ホームランの数も10本から14本に増えて、で、まあ、エラーは一緒ぐらい、防御率も 3.03 から 2.51 だから、0.5 曲がった、えぐいよな。で、先発が 2.78 が 2.65、全部がで、リリーフが 3.55 が 2.5、 だからリリーフがえげつないぐらいだから、多分サヨナラとかで勝てんだよ、踏ん張ってて。正直ね、でも打てる捕手って言われた、はい、佐藤俊也君がなんと5月に打率急落です、はい、4月は3割7分8厘も打ったのに、はい、5月2割2分4厘っていう、ちょっと激落としだね、これずっと打つのが難しいのよ、はい、こっからがまあ勝負だけどね、でその中でもやっぱり大きいのはね、小川だね。だからあの藤岡が怪我してからの小川、まあ走攻守でね、チームとしてかなりの貢献度もあるしね、あのセーフティーバントもね、でもあれバレてくるからね、バレてくるたらセーフティー使えなくなるから、ここからどう打ってくるか、だけども5月3割3分9厘だから、わーすごい。4月1割7分4厘やで、うん、それが3割3分9厘でいい形だし、あと高部ね、はい、高部の復活もでかかったね。高部が1軍上がってきてから、5月の打率が2割9分4厘だからね、そういったところも大きいし、あと岡ね、勝負強いですよね、下手したら今年プレミア中に行くよ、ジャパン注目してたから、岡ね。あ、そうなんですか、センターがあんまりいないんだよ、はい、日本って、これっていう選手が、岡どうかなって言ってたから、いいんじゃないですか、途中からもいけるし、どこでも守れるし、勝負強いしって俺は売り込んどいたけど、しかも5月3割8厘ホームラン5本だからね、打点11、得点も14あるしね、この岡の存在も大きかったね、そういったところではね、打撃もいいけども、なんて言って友杉じゃないですか。あ、友杉ね、我らが友杉選手、3-2-3、でも4月も2割6分6厘だから、もうそこそこ打ってたもんね、いい形でね、だから藤岡ももう帰ってくるとこないな、この若手がね、出てきちゃったんで、どうするんだろうね、で我らが中村翔吾ね、そう、5月2割2分7厘でも4月からちょっと若干上がってる、4月1割8分8厘だったから、だからだからね、僕が、中村翔吾ドラフト1位本当にあれあんな言われるくらいと言われたから、緩めないと思う、でもやっぱりでも投手陣頑張ってるよね、そのデータとして、この11連勝中、まあ引き分けもあるけども、打線のピッチャーへの援護点、1試合平均 3.6 点です。で、ピッチャーの防御率、約 2.0 なんですよ、約2点、だからどんだけピッチャーが頑張ってるかっていうね、3.6 点だよ、全然点取ってくれへんねん、奇跡の9回の奇跡の同点からのサヨナラとかね、そうそう、引き分けとかあったから、一歩間違ったら交流戦、水曜日から水木金土4連敗しててもおかしくないからね、全然毎回9回に追いついてますからね、ヤクルトのリリーフがちょっと不安なのと、まあ、ゲラと岩崎がやらかしちゃったっていうのもあるけども、4連敗してた、だから綱渡り11連勝やね、正直ギリギリね、でもそれを勝ち切ったのは大きいけども、はい、一歩間違ったら4連敗もあったって考えると、まだこんだけ勝ってるけど安心できないね、これピッチャーが崩れたら終わりだからね、投打のバランスが噛み合ってるっていうね、であのよくあのメディアに出てたけども、まあ、2005年以来らしいんだよね、11連勝が、で2005年は12連勝したらしいんだけども、その2005年の内訳としたら、2005年の11連勝中、チーム平均得点、7.2 点です。そんな取ってんですか、倍です。へえ、今回 3.6 点だから、はい、ちょうど倍、うん、でしかもその11連勝中のチーム防御率、約 1.8 です。へえ、それ勝ちますよねえぐいよ、えぐ、しかも、あの出てる選手は日替わりです、へえ言ってましたよねだって10連勝した時の、記事出てたらね、はい、俺はもう記憶ないけども、10連勝した時のスタメン、俺も福浦さんも剛も出てないからね、試合、毎回出てない、まあ、全部じゃなくて半分ぐらいとかってことですか。だから出たり出なかったりするから、まあ、そこは分かんないけども、10連勝目は俺も福浦さんも剛もスタメンじゃない、10連勝目か、
へえ。でも、うん、それでも平均得点平均 7.2 点やね。へえ。どんだけエグかったんっていう。めちゃくちゃ強かったんですね。だからもう2005年は平均得点 7.2 点、うん、で平均防御率 1.8 点、うん、それはもうなるべくしてなった12連勝、うん、結果的には、はい、もうイケイケですね、うん、で今回は、うん、チーム防御率2点、うん、平均得点 3.6 点、はい、よく勝った本当ですね本当ね、うん、でもそこは勝ちきれたのは非常に多かったけども、うん、やっぱこれをずっとねやっていくのはねなかなか苦しいところもあるから、うん、やっぱ打線のね、うん、復調っていうところは求められるしね、うん、まあリリーフは鈴木取ってたよね。誰か鈴木翔太あ、私取ってたんですか。私なんか取った気がするんだけど防御率かなんか、はい、また 0.00 やぞあいつ、うん、でもいい、ね、リリーフもいい感じだし、ね、素晴らしいですね。リリーフも本当頑張ってるからね、うん、外国人でメルセデスがいきなりロング投げても抑えれてるからね、うん、佐々木朗希いなくなったのがあれだけどね、うん、どうなんだろうっていうのはあるけども、だって今防御率1位ですもんね、うん、そう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 、でもまあ規定投球回から消えていくで、投げないとそうですね、投げないでね、うんうんうん、そういった意味ではね、まあ、よく11連勝してるんでね、うん、はい、まあ、このままの勢いで交流戦もね、うん、今だから3勝1敗2分けやもんな、うん、いい形でね、はい、このままホークスにね、うん、でもホークスからもう広がっていってるからね、もうどんどんね、うん、ホークスも強いからね、まあまあでも今の状況でね頑張ってもらいたいっていうね、はい、ところもあるし、1位ですからね、うん、で、セリーグはカープ、はい、カープも、うん、ね、ね、今2位かな、今多分2位に落ちて2位だね、でも 0.5 ゲーム差だからね、はい、全然わかんないですよね、うん、だって、3月4月が10勝11敗3分けで借金1、うん、でも5月が14勝8敗生き訳6貯金だからね、はい、強かったよな、強いっす、やっぱあれやな、末金やな、はい、末金復帰は大きかったよ、うん、5月の、成績が3割9厘、はい、まあ、5月から復帰したからね、ホームラン4本、打点12、うん、ね、この素晴らしい長野の弟子だからね、うんうん、で、あとは小園ね、はい、小園 ね、チャンスで強かった、うん、はい、4月打率2割1分7厘だったのに、うん、5月3割6分8厘、わお、ホームラン1本、打点15だからね、うん、で得点圏打率4割4分やで、うん、これはでかかったな、うん、でもよそ見してたもん、あのね、最後サードの人ね、あれね、そう、隙見せたらいかれるね、本当、せっかくいい感じなのにな、うん、あれもったいなかったですね、あそこで、あとあれね、矢野、うん、矢野の守備力、うん、うん、めちゃくちゃ上手、ちょっと一回ね悪送球投げたのもあったけども、うん、矢野のね存在感も、うん、だからまあ矢野もセカンド行ったりショート行ったりいろんなとこできるからね、うん、流動性持って小園もサード行ったりショート行ったりっていうところでね、うん、で5月2割6分4厘ね、はい、盗塁4個ね、うん、出塁率もうちょっと上げていきたいね、2割7分6厘だからね、うん、そこら辺がもうちょっと上がっていければもっといい選手に、ね、なっていくかなっていうところあるけどもね、まあ、シャイナーレイノーズいないけど全然いけてんな、うん、でしかも今年秋山も状態いいしね、あと野間ね、はい、野間も安定的、はい、で今もう坂倉がファーストやってるから ね、 そうですね、キャッチャー相澤石原とかがね、うん、出たりしながら、うん、そのたまに出る石原がね、いやそうめっちゃ打ってるんだよ、うん、そうね、5月2割9分4厘、ね、はい、ホームラン1本、うん、もう坂倉ファーストになっちゃうよ、ファーストだと2割2分1厘ホームラン3本じゃ物足りないからね、うんうん、持ってやっていかないと、あとピッチャーも今年大瀬良いいしね、はい、うん、大瀬良森下ね、うん、で床田もいて、はい、栗もね気合で投げてるけど、ね、勝ち星恵まれへんよな、そこがもうちょっとねうまく勝ち星がついてくれればもっといけるっていうところもあるし ね、 ね、今床田投手が勝ち星はトップですもんね、うん、あとハッチも何気にな、うん、そうですね、ハッチ先発の、うん、この爆発的な球はないけども、うん、なんか安定したねところもあるし、うん、ね、まあ、常広もまだ出てこないのっていうのもあるけどね、そうです、いつ出てくるんでしょうね、でリリーフのね、うん、森浦ね、うん、ケムナ堀江、うん、矢崎ね、島内が抑えてんだけど3敗してんのが痛いよね、うん、ちょっとなんかね結果的にね、うん、でもハーンの方もリリーフで2試合ね、いいですよね、うん、これいいらしいですよ、ハッチとハーンが結構あれハーン先発先発行かすめっちゃいいよ、チンギス、チンギスさん、うん、はい、先発はね、アドバ君がいるから大丈夫なんですよ、うん、昨日打たれてたで、まあね、うん、まあでも、投打のバランス噛み合ってるよね、いやそうですね、うん、チームね、防御率も、先発が 2.60 だったのが、2.04 だからね、5月、えぐいよな、うん、先発が 2.09、
2.74 からリリーフも 2.35 から 1.94 だから、うん、まあ、全部のバランスがね良くなってるけども、ちょっとエラーが16個で一気に10個も増えてんねん。そんな増えたんだ。ここら辺はちょっともうちょっと改善していかないと、うん、ミスからの失点がやっぱり命取りになるからね、うん、どっかがカープは飛び抜けてるわけじゃないからね、うんうん、そういったところではしっかりやっていきたいっていうところはあるけどもね、うん、あと基本塁打が7本で下がってるからね、そういったところではピッチャーよく頑張ってんなっていうね、うん、だまあ小僧の成果ねやな、はい、で秋山の間の安定的なのと矢野の守備力、うん、で途中から出てくるね初期の足も生かしながらね、うん、なんとかいい感じで投打もねバランス噛み合ってね、うん、いい感じだね。そうですね、でもやっぱ全力疾走してるからね、油断禁物だから、よそ見やめよ、ボール1個やで、ボール1個、うん、俺ばってよそ見、はい、うん、あ、まだ2軍の時だったけど、はい、ランナー1塁いて、うん、取ったら返すやん、はい、でそしたらパッて見たらファーストランナーが下向いてファーストベースに帰ってて、はい、2軍の時に、うん、わ下向いて帰ってるわって言って、こうファースト投げてアウトになるんちゃうかと思って、うん、取ってこのままピッチャーに返そうと思って、はい、パーンって投げて、はい、ノールックで、うん、でそしたらベース上行ってちゃんと、はい、うん、で、奇跡のファーストも下向いてた見てなかったそうやろ見ててくれっていうランナーも確実に下向いてたから、うん、全然気づいてなかったけど、うん、まさかのファーストも下向いてた、で、もうザーってだからライト線、ボールが外野に、うん、はい、飛んでいってて、うん、で、またここからの奇跡、はい、ライトも下向いてた、うん、ほんまやでライトも下向いてたよ、うん、ライトだからライトはこうじゃん、はい、でライト線こっちこっちこっちにだから転がっていってるわけよね、はい、ライトがだから下向いて、はい、ライト行ったぞっつったら前走ってきたからね前走ってきてこっちビューって転がっていって、でフェンスまで行って、はい、でファーストラベースファーストランナー、うん、ホーム帰ってきたんだ、うわーどう思う、でそのよそ見っていうのはなんでよそ見してるんですか、何を考えてのよそ見なんですか。いやだから、うん、もうファランナーは多分そんなもん投げてこないと思ったんだろうね、はいはい、そうですね、ってなった時に俺はだからそれをこういったらバレるわけじゃん、うん、だからバレないように取って立ち上がってピッチャーに返すふりしてこう投げたから、はい、ファーストランナーの意表もついてんだけど、はい、ファーストももう来ると思ってない、来ると思ってないのか、そっか、うん、だってもう味方も騙しちゃって、はい、でライトは打球がもうないから、はいはい、そ来ると思ってないじゃん、まあそうですね、だってピッチャーに返そうと思ってる時やから、うん、でそしたらライトいたぞって言って前走ってきて嘘やろって言って、まあ、ドリフやろっていうぐらい本当そうですねウケるやろこれも実話だからね、まあ、ファンの時にいいってことですね、ああ全員騙したで、うん、俺味方もねでもだから俺怒られへんかったもん、うん、あでもあれで本当にファーストが取ってたらアウトだったんですよね、全然アウトだった下向いてたから、はい、ライトはほんまギャグやったで、うん、前走ってきたもんなんかこうカキンって音がしてたらこうなるかもしれないですけど、うんうん、いやカキンって音して行ったぞはもうそいつ首やで確かにそうですね、確かにそのプレーが見てるんですよね打席ぐらい確かにブルペンだったらわかるよ、うん、おファール行ったぞって言ったら上じゃん、うん、そうですね、うん、普通ね、はい、ファール行ったぞってライナーで当たったこれ仕方ないよね、はい、うん、でもライトがカキンってライトいたぞって言ったらウェーってなってたらもうそいつ首やで見てろよって話ですよね、どうしたいのってもしかしたら病院行けってなるよそうですねだから子供もねエラー減らしていきたいですよね、やっぱそういったところからね、うん、こう足元救われるから、だから今回もそこから、はい、結局負けて、いやオリックスの時そうですよね、そうそう流れ悪くなってホークス3連敗してるわけだ、はい、まあ、ああいうのが来るあるからね、うん、本当チャンスはね逃したら一気にね流れ一気に変わりますからね、そうそうそう、でも本当にね5月、うん、特にカープとロッテはね、うん、いい感じだったから、うん、これを継続していくことがね、うん、上に行けるからね、続けてねやっていってもらいたいなっていうところがあります、はいはい、はい、今日の最後の一言です、はい、ボールは一つです。